チャンチャチャラチャラチャンチャチャラチャラチャンチャチャラチャラチャ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 。じゃあ私こっちも行っちゃった方がいいじゃん。いや向かない。入りたいよ。なんで避けんのさ。なんでこうやってやんのさ。なんで下と思うのこうやって。じゃあ矢口さんはそこの高さに入ってないから戻さなきゃいけないけど、私普通に映れちゃう。違う、なんでそれ言ったの。いいね、あ、いいね、いいね、いいね、なんで、なんで、なんで、あゆみでしょ。右手ね。あゆみがこれやりたい。頼んで。ちょっと待って。頑張って輝きますのでよろしくお願いします。お願いします。頑張ってきます。シャイ。見えない見えない。見ちゃう、見たら映っちゃう。はい、なっちゃうよ。お願いします。お願いします。お願いします。今回 OG は。
だと思います。もうみんな。ね、グッとくるんだよね、なんか私ダメだね。いやだってナイツめちゃくちゃ久しぶりだよね。いや5年ぶりだったし。
MC横浜リーナにお集まりの皆さん、こんばんは。モーニング娘。23です。さあさあ始まりました、モーニング娘。23コンサートツアー秋レバーエンディング社員賞スペシャル。横浜アリーナの皆さん、お元気ですか？モーニング娘。に会いたかったですか？ありがとうございます。今日はですね、ここ横浜アリーナの皆さんの他にも全国で行われている映画館での、ね、ライブビューイングでもたくさんの方々が見てくださっています。うんうん、映画館の皆さん楽しんでますか？楽しんでますか？あっちでもいいよ、あっちそっちでもそっちでもいいよ。イエーイ、楽しんでー。ありがとうございます。9月から行われてきましたこの秋ツアーもですね、この2日間の横浜アリーナが最終公演ということになります。寂しいですが、まあなんといっても今日はスペシャルゲストとしてモーニング娘。の OG の皆さんが駆けつけてくださっています。このステージを見守ってくれている全てのみんなに全力でモーニング娘。をぶつけますので、最後までついてきてください。さあ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 、それでは早速ここからはスペシャルゲストにご登場いただきたいと思います。ドキドキしますよね。皆さん、
たくさん盛り上がっていきましょう。それではトップバッターはこの方。緊張する。眩しい光が目覚まし時計代わり、おねと娘を起こしてくれました。
コンサート会場でした。盛り上がってました。裏も盛り上がってましたし、皆さんのパワーも本当にすごかったんですけれども、なんか感動しますね、ここに立つと。ね、いや久しぶりやね、本当に ね, ね本当だ ね, ね、安倍さん、いやもうナッチの声聞くとなんかじゅわってくるよね。ほんとトウモロコシめちゃくちゃ良かったよ。ねえ、皆さん最高でした。いやありがとう。あとね、安倍さんは横浜アリーナでの思い出とかありますか？横浜アリーナは私が卒業した、はい、まあ、場所でもあるんですけど、それともう一つ、モーニングコーヒーの、デビューの時の握手会イベントをここでやらせていただいていて、うん、そうそう、だからちょうど25年前になるんですけど、そう、その時は、まあ、愛の種っていうね、まあ、インディーズの手売りの CD を私たち売ってたんだけど、まあ、その時に、まあ、完売したばっかりだったから、たくさんのお客さんが来てくださるかなって、来てくれるかなと思ってたので、いざこうステージに出てきたらもう半分ぐらい埋まってたかな、埋まってるか埋まってないかぐらいの方しか集まってなくて、で、まあ、予定よりもあっという間に握手会が終わっちゃったのね。で、それでその後楽屋に帰って、その当時の和田さん、和田マネージャーさんが、まあ、和田マネージャーさんからすごい厳しいお言葉をいただき、私たちもすごく悔しくて悔しくていっぱい泣いたの。で、いつかここ横浜アリーナの会場をいっぱいにできるぐらいのアーティストになろうねって誓い合った場所でもあって、で、まあ、そんな25年経った今、今日こんなにたくさん の, あの皆さんにモーニング娘。が未だに愛してもらえてるアーティストになってるってことにもすごく胸が熱くて、だから感謝だし、もうね、なんかいろいろありがとうと、これからもよろしくねって思いといっぱいです今。ありがとうございます。そうなんです、その思い出があります、ね、はい、ごめんなさいね、長くございます。いや、もうほんとエンディングみたいになっちゃうから。ごめんね、ちょ、みんなほらね、すごいチーンと来ちゃってるから、ね、ごめんね、いや、来ちゃった。でもほら、モーニングのね、うん、おかげで私たちも横浜アリーナに立ててるということなんですけど、うん、せっかくだから、なんかみんなちょっとやりたいことちょっとずつだっけやってもいいですか？この時間を使って。すいません、辻ちゃん、何かありますか、はい、みんなここでやりたかったことみたいな。はい、そうですね、私が当時ここ代々木じゃなくて、横浜アリーナで、はいはい、先輩たちがみんなやってた、こう、なんていうんですか、やった、行ったり来たりするコール&レスポンスかな、コール&レスポンスを、まあ、やったことなくて、こう仕切ってやったことなくて、それをちょっとやりたいなと思って、皆さんお付き合いくださいますか？いいですね、お願いします。すいません、ちょっと短めに行きますんで、
お願いします。はい、いいですか。男子、女子、ありがとうございます。リーダーになった気分になりました。ありがとうございます。夢が叶いました。ありがとうございます。じゃあリカちゃんは、リカちゃんは、私ちょっとやりたいこといいですかね。お願いしますよ。ちょっと久しぶりに、あの真ん中のカメラさんだけちょっとお願いします。いいですか。わかるかな。あなたの、やあ、あなたの、あなたの、あなたの、あ、ごめんなさい、あなただけの石川リカです。かわいい、かわいい。よし、じゃあケイちゃん行こうか、この流れで。私いけるかな。だから、福ちゃんと、北川ちゃん付き合ってもらって。あ、そうだね、いいね、いいね。あの、投げキッス3連発っていうのを、そうだね、ちょっと皆さんお付き合いいただいていいですか。もう現役アイドルのね、お手本見せてもらわないといけないから。じゃあ北川ちゃん、福ちゃん、ケイちゃんで行こうか。はいはい、あのカメラですからね。あのね、真ん中のカメラ、皆さんね、お付き合いくださいね。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは参りましょう、どうぞ。さすが、ありがとうございました。すごい、いやね、すごい、ちょっと心配してたんですよ、矢口が、はいはいはい、もう25年も経ってるから皆さん知らなくって、普通にキャーって言ってくれるか、まあちょっと微妙な反応になるかどっちかじゃないかって言ってよかった、みんなおえーって言ってくれる。完璧でしたね。これ福ちゃん受け継がれてんの、ファンの方も。これはないですね。いないの、今、はい、今の安田系担当。いや、どう見てもいないよ。いないじゃん。いないな。でも、あれはちゃんと受け継がれてますよ。スクリーン芸。あ、見切り芸。あ、見切り芸。あ、見切り芸って言うんだ、あれ。そうだね。はい、ちゃんと、そう、安田さんなら絶対ここは映るって、はいはい、あの、スタッフさんに念押しされて、私たちも行きますし。あ、そっか、じゃあ受け継がれてるのあるのね。矢口さんのね、バラエティのこの拍手とかね、はい、教わったよね。教わりました。ね、もうワイプしっかり、ね、やつね。しっかりやらせていただいてます。いや、でもやっぱ先輩が夢が叶いましたよ。本当ですね。皆さんのおかげで本当にありがとうございました。お付き合いいただきました。ありがとうございます。名残惜しいですが、まだまだ先輩方にはパフォーマンスしていただきます。続いてはこちらのメンバーが歌ってくれます、どうぞ。すごく可愛くないわ、わざと嘘ついたりしたから、
Yeah.
ますね。いやなんかモーニング娘だって感じちゃった、ね、改めてね改めてね、はい、だって横にいたんだよ。そうですね。これライブ終わったらすぐデータもらいましょうね。そうだね。あ、ごめんなさいね、すいません、データなんで、はい、すいません、すいません、すぐ あそこ胸熱すぎます。いい、いくつになっても もう青春なんだよ。どこ見ていいかかも、もう青春ほんと、どこ見ようってなりました。そうですよ、もうマジやばいよ。なんかとりあえず全員見といた。あ、わかりますわかります。で、結果誰とも目合わないみたいな。いやー、モーニング娘って青春ですよ、本当に。はい、本当に嬉しいですね。皆さんどうでしたか。イエイエイ、ありがとうございます。でもでもでもまだなんかあの子とあの子が登場してないですよね。ねえ、どうかな。いや、まあこっちばかり盛り上がっちゃってますんで、はい、会場の声聞いてみましょうか。お、横浜アリーナ盛り上がってますか。サイド席の皆さんも見えてるぞ。アリーナ席スタート、あ、間違えた、待って、うまかうまか、アリーナ席センター席の皆さんももっともっと盛り上がっていきますよ。オーケー、この調子でいきましょう。 Next number, come on。 私の人生 Enjoy。
にイラつく時があるの。自分に。
ちょっと悩んで電話して、うん、ちょっと安心でもやっぱ早く会いたい。夢が膨らむ愛しくて濡れちゃってさきざきキスをして、うん、かなり納得でもやっぱ不安になるの恋は難しい。準備も全部完了、彼にメールをする時間、明日はショッピーお出かけだ、いろんな街二人で見よう。ボーコンパンダイヤミジャラも細かくうるさい、感動と悪口だけ絶対許さない。はちゃめちゃな人生じゃない、私なり考えて行動をしてるよ。家族のみんな大好きだから、どんな愛追いかけるせない。チーコとも立てたのも嬉しいですし、なんかこの絡み、うん、この高橋愛様、愛さんからすいません、愛さんからあのチーコまでのモーニングがいるっていうのがすごく嬉しくて、でそれプラス福奈良さんからあのゲッターちゃん、はい、はるちゃんさん
はるちゃんさんとゲッターちゃんさんまでのそこまでがその全員が今このパシフィコ横浜アリーナにいるっていう横浜アリーナ横浜に集まってるっていうことがすごく嬉しくてもう嬉しさが嬉しすぎて嬉しいです嬉しいということですねよかったありがとうございます。田中さんはどうですか、はい、そうですねこのシャボン玉をこういう大きいところでするのも久しぶり、うん、久しぶりよね、うん、やし、まあ、あとやっぱコロナ禍では声を聞いてなかったけんあの愛する人はのやつさイヤモニしとうけんちょっと聞こえんやったとねもう一回やっていいこれ外してからねえ聞きたいよね外しちゃおう、ね、ちょっと片方外しちゃおういくよ愛する人はやばすごいすごい耳は飛ぶかと思ったそんな大きいね皆さん素晴らしい、ありがとう嬉しいもうそれが聞けたのがでもお客さんもすごかったけど、うん、レイナのアカペラやっぱうまいわありがとうすごい私には真似できないやってみるえぇ、ー、無理無理無理あ、なんで聞きたい聞きたいやめてよあ、じゃあ分かったロッケミシンじゃないんやけここ可愛く言えば愛する人はみたいな感じでじゃあみんなさゆみだけって言うんやそうよ新しいじゃあちょっとセンターで失礼しますあいいよいいよちょっと待ってマジでちょっとソロでもね頑張ってやってるんでいいよいいよ、うん、ちょっと行きます、okay. 愛する人はいいよ本当にいけた分かったよ何点何点100点嘘あげるあげるでもレイナが1000点の場合も100点でしょやっていいあいつもやってやってどこ行ったんだよそこやりたかったのごめんやりたかったちょっとやりたかったまさかのはいすいませんなんか自由にやっちゃった福ちゃんまとめてえちょっと福ちゃんバージョンもねじゃあ見たいよねあ、いいよあれ今さシャボン玉誰がやりようとそうです今です私あ歌ってます福村さん今福村さんあじゃあねぜひぜひやってよいきます愛する人は愛する人はてかみんな愛する人は誰々だけってめちゃくちゃ浮気ばしまくりやな確かにみんなねだけって言いながらね本当は本命誰なのよみんなすごい合わせてやってくれるからそうね太陽力すごいねいや嬉しかった本当ありがとうございますありがとうございますさあ、道重さん、はい、こちらですあ、ごめんね、ライリーちゃん、ライリーちゃん、ライリーちゃんいかがですか、どうですか、今日ステージやってみてやっぱでも私は、あの、福ちゃんと好きだな君ができたことがすごい嬉しかった素晴らしかったなんか私、本当に福ちゃんとのなんか隣にいるっていうのがすごい、あの、安心感があるっていうか嬉しいなんかすごいね、居心地がいいしなんかね、フィット感があるの、福ちゃんってこの肌がもちもちしてるからかななんかね、フィット感あるのよわかるね、わかるだからそれがすごい心地いいなと思ってやらせていただきましたありがとうございますなんかやってる、ね、佐藤、おいでって言ったのに嫌だって言われたびっくりごめんね、遮ってごめんねいや、全然大丈夫で、だからそれがすごい嬉しかったのと、まあ、私的にはあの卒業コンサートぶりの横浜アリーナなので、うん、そう、なんか、なんか現役がこうやって続けてきてくれるからこそのこのステージなんだなと思って本当に感謝の気持ちでいっぱいです本当にありがとうございますありがとうございます福ちゃん、今日と明日頑張ってね頑張ります楽しんでね楽しんでねすごいもう美しいからめちゃくちゃ特別すぎて私お金払った方がいいかもしれないチケット8000円ぐらいかな8800円払いますさあ最後に高橋さんどうでしたかやばい泣いちゃうなんでなんでなんでいやいやいやあじゃあ本番前から泣いてたからねそうだね本当いつも私客席にいるんですよそうですよだからモーニング娘。の横に立てて福ちゃんのこういうね朝卒業だからそういうあの前の日にあの一緒にこうねあのよく頑張りましたって一緒にパフォーマンスができて幸せですいやもうこれ始まる前にみんなで円陣を組んだんですよ、はい、その時に私が言わせていただいていや偉大なる全リーダーの方々がいる中で私が言っていいのかみたいな感じでプルプル震えながら言わせていただきましたその時舞ちゃんは泣いてました横で泣いてましたかっこいいですよ福ちゃんありがとうございます、そしてあの次生田がリーダーじゃないそうですそうやねで生田と歌うことが多かったのよあ現役の頃あ、うん、あのさっきさっきすごい絡み
そう、さっき一緒に歌う箇所が結構あったから、うん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 、行くと頑張れって思いながら歌ってた。すごい、なんか念を込めてね受け継いでいくんですね、うん、いいですね、うん、じゃあ最後にチーに英語で締めてもらえますか。ちょっと待ってくださいよいいね、ほんとさ、なんだ、え、なんですかこの MC を総括して総括して一言でいいよ。無理無理、チー、安心してたもんね、今ね。安心してます、言わせてた。じゃあさ、何がいいかさ、決めてみんなで言おうよ。はいはい、みんなで言いましょう、ね、言えるかな。言えます、大丈夫大丈夫。何がいいですか。え、ま、最後に締めだって。え、無理無理ちょっとエクサイトでいいじゃん。そう、エクサイト、そうつけよう、そう、はいはい、せーので、ちょっとそうって言って、うん、みんなでエキサイテッド、エキサイテッド、エキサイテッド、はい、エキサイテッドってね、そう、わかりました、いきますよ。そう、エキサイティング、しまった、ありがとうございます。ということでね、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではね、出演者の皆さんに登場していただきましょう。皆さん、みんな、それでは最後にモーニング娘。 OG メンバー10名、現役メンバー14名、合わせて24人で歌わせていただきます。ラブマシーン。
ありがとう。ありがとう。